時の流れとは奇妙なものね。昔はこれから何が起こるのか、どこに行けるのかが楽しみだった。国を滑ることになる日が待ち遠しかった。子供の頃は母が玉座に座っていて、父は謎の人物。それからネズミの疫病が起こって母は殺され、ハウンドピッツパブの件があった。そして今度はこんなことが。今はただデリラの治世を終わらせ、お父様を取り戻したい。この家にはデリラの秘密が隠されている。彼女は悲劇を背負いながら身を立て、ついには王国を手に入れ、今では思い通りに変えようとしている。ルカーベールと共に芸術愛好家を抱き込んで、王座を奪う手伝いをさせた。デリラは不死の力を得ていて、父の剣でも息の根を止められなかった。デリラのやったことを全て白紙に戻し、今度は大切なものを失わないようにしっかりと握りしめる。おかしい。ここにいると体がだるい。あれはスティルト。アラミス・スティルトン、キルトを温めてくれないか。3年前、アラミス・スティルトンの中で何かが休めるの鍵のようにぽっきりと折れた。彼の一部とこの家がその夜に置き去りにされたもの。公爵の取り巻きはまだここに集まって計画を行動に移そうとしている。デリラの計画だ。そしてアラミス・スティルトンの一部はずっとここだ。壊れたままでな。虚無は正確には場所ではない。お前が想像もできないほど奇妙で古いものだ。虚無は中から見ている。そしてスティルトンの家の中で、デリラによって残された悪意を通して少しずつ外へ漏れ出てきている。ここでは魔法さえ歪んでいる。物事がそうなるべきようには運ばない。受け取れ。こいつは時計のようなものだと思ってくれ。さあ、公爵とデリラを見張りに行くんだ。彼らの所有を確かめろ。今夜は冷えそうな気がする。なんてこと。スティルトンがどうして公爵や館長の監視。良き時代のアラミス・スティルトン。これであなたを。事態は最悪ね。どういうわけか、2つの時間が重なってる。意識を集中しなさい。彼女の力を感じるでしょう。冷たい世界から、永遠から生きてるわ。まくいったようだ。これで私の魂は安全よ。この中でね。ルカ、それをどこかにしまっておきなさい。もう会えないかと思った。ルカ、走り回ってるのは誰？またお前か？スレスレで崩壊しつつある島だが、この島は特別だ。私の喉をかき切られた場所、4000年前のことだ。ここで私の命は尽き、そしてまた再生した。私が作られた場所だ。虚無のこの場所はより昔に感じる。私は最後まで脱出を諦める気はなかった。必死で縄と戦ったが、結局疲れてしまった。するとナイフの喉に触れ、時間切れだったことに気づいた。喉から血が流れ出て、私は神になった。デリラの秘密は分かったが、彼女の時代は終わり、永遠に虚無を漂い続けるはずだった。だがその意志と狡猾さは誰も及ばない。彼女はここを見つけた。私が私となった虚無のこの島が、それをきっかけに虚無から脱出する方法まで見つけた。ここの力を利用してな。レイヤは今私の一部だ。だがこれらしくはない。デリラは大したものだ。彼女は己の一部を引き離して、それを骨の入れ物に隠した。死を免れるためにデリラを殺したいのなら、彼女の魂を探し出して元に戻すんだ。融資はたやすくはないだろう。だがその後にこそ最も困難な試練が待っているかもしれない。世界には想像したよりも多くの謎がある。妙な一日の後にソコロフとの再会の時が来たわ。きっと他の誰も気づかないけど、ここはいい方向に変わったわ。当然の報いを受けることになるだろう。出発準備はできているか？砂ぼこりで喉がひどいんだ。ええ、パオロとバーンに近づく方法を見つけた。スティルトンの家にも行ったわ。行きましょう。